デビッドさん、本当に引っ越しちゃうのね。引っ越し？引っ越し。So, you are moving out. Oh, now me. あ、デビッド、準備できた？あ、almost finished. あ。お？ナオミ、どうしてそんな顔して？あ、チョコレートあげようか。好きだろ？お前な、大げさなんだよ。歩いてたった3分のところなんだよ。しょうがねえな、お前はもう。フェアウェルパーティー？うん、面白いでしょ。まあ、いいんじゃない。どうせやるんなら、大勢で賑やかにやりましょうよ。ゆこさんも来てくださいね。ええ、もちろん。他に誰呼びましょうか。古川さんと吉田さんはどう？あ、いいですね。じゃあ、早速スケジュールを聞いてみようかな。デイビッド、土曜日か日曜日、5時から空いてる？5時から？ We are planning to have a farewell party for you. It starts at 5. Oh.Thank you. Ken and Yuko are having a farewell party for David since David is moving out of Ken's house. Ken and Yuko will make a guest list in order for them to decide on a convenient date. Which day is most convenient? David は土曜日と日曜日の5時からどうなの？土曜日。土曜日。日曜日。日曜日。土曜日 means Saturday, and 日曜日 means Sunday. Day job. ゆこさん、メモお願いします。はいはい。ナオミは？土曜日は OK。だけど日曜日は7時からだったら大丈夫かな？そっか。ゆこさんは？私は両方大丈夫。両方。両方。両方 means both. ケンさんは？あ、僕は土曜日は大丈夫だけど、日曜日ダメなんだよね。ダメ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  means no good. Mrs. Tanaka は？ Mrs. Tanaka?お母さんだ。お母さん。あ、忘れてたよ俺。お母さん。お母さん。母さん、母さん。何？デイビッドの送別会やろうと思うんだけど、土曜日の5時はどう？土曜日？大丈夫よ。じゃあ日曜日の5時は？日曜日ね。大丈夫よ。あ、よかった。Were you able to follow the conversations?Which day and time was most convenient for each person invited to the party? Let's listen once again and then try to answer. デビッドは土曜日と日曜日の5時からどうなの？ Day job. ナオミは？土曜日はオッケーだけど、日曜日は7時からだったら大丈夫かな。ゆうこさんは？私は両方大丈夫。あ、僕は土曜日は大丈夫だけど、日曜日ダメなんだよね。
母さん、母さん。何？デイビーとの送別会やろうと思うんだけど、土曜日の5時はどう？土曜日？大丈夫よ。じゃあ日曜日の5時は？日曜日ね。大丈夫よ。あ、よかった。Let's listen to it once again and check the answers. デビッドは土曜日と日曜日の5時からどうなの？大丈夫。あ、ゆこさんメモお願いします。はいはい。ナオミは？土曜日は OK。だけど日曜日は7時からだったら大丈夫かな？そっか。うん、ゆこさんは？私は両方大丈夫。ケンさんは？あ、僕は土曜日は大丈夫だけど日曜日ダメなんだよね。ダメ？ミセス田中は？ミセス田中？あ、お母さんだ。お母さん。あ、忘れてたよ俺。お母さん。お母さん。母さん、母さん。何？デイビッドの送別会やろうと思うんだけど土曜日の5時はどう？土曜日？大丈夫よ。じゃあ日曜日の5時は？日曜日ね。大丈夫よ。あ、よかった。Now let's check the others' schedules. ところで古川さんは土曜いかがですか？土曜、土曜と。あ、あの、OK だけどね、6時からだな。6時から。うん。じゃあ日曜はどうですか？日曜はちょっとダメ。うん、ダメ。How about Mr. Yoshida? 吉田さん、うん、吉田さんは土曜日は6時から OK よ。土曜6時から OK。 日曜は？日曜は5時から大丈夫。Well, that's it. Everyone.できたわ。Let's run through it once again. Please check your answers. ところで古川さんは土曜いかがですか？土曜、土曜と。あ、あの、OK だけどね、6時からだな。6時から、うん、じゃあ日曜はどうですか？日曜はちょっとダメ、うん、ダメ。 How about Mr. Yoshida? 吉田さん、うん、吉田さんは土曜日は6時から OK よ。土曜6時から OK。 日曜は？日曜は5時から大丈夫。Well, that's it. Everyone. できたわ。ということは土曜日の6時からということだよね。うん。土曜日6時から。うん。はい。もう決まったの？ねえ、お料理は何？まだ決まってないの。じゃあさ、早く決めなきゃ。私、フランス料理がいいな。そういうことはね、デビッドさんが主役なんだから、デビッドさんが決めるのよ。うん、デビッド only needs something to drink, I guess. But that's not true. I like Japanese food.、うん、じゃあさ、天ぷら好き？好き。好き。好き means to like something.Do you like tempura? Tempura? Tempura 好きです。Tempura もいいけど焼き鳥もいいよな。焼き鳥？ Barbecued chicken. Oh, barbecued chicken.焼き鳥好きです。お寿司なんかもいいんじゃない？
ますし。寿司好きです。ね、すき焼きは？ああ、すき焼き。すき焼き好きです。じゃあ、天ぷらと焼き鳥とお寿司とすき焼きの中で、デビットさん何が好き？ I can only choose one? Yes.But I like them all. 全部？食いしん坊で。Yuko is now going to ask three people what food they would prefer at the party. Let's listen to what each person likes.吉田さん、天ぷらはお好きですか？いや、天ぷらはちょっとね。あんまりお好みじゃありませんか。じゃあ、お寿司はいかがですか？あ、寿司もちょっと。あら、困ったわ。じゃあ、焼き鳥なんかはいかがですか？あ、焼き鳥はいいね。よかった。それからもう一つすいません。すき焼きはいかがですか？あ、すき焼きも好きですよ。はい。古川さんは天ぷらを好きでしたよね。うん。焼き鳥とかお寿司はいかがですか？うん、いいね。あの、すき焼きでもいいですか？うん、僕はいいよ。はい。はい、お久しぶりです。あの、デイビッドのパーティーのことなんですけれど、天ぷらお嫌いじゃありませんよね？大丈夫ですよ。お寿司も。お寿司？いいですね。焼き鳥も召し上がりますか？焼き鳥はちょっと。すき焼きはいかがでしょう？すき焼き？いいですね。Did you understand? Please listen and then answer once again. 吉田さん、天ぷらはお好きですか？いや、天ぷらはちょっとね。あんまりお好みじゃありませんか。じゃあお寿司はいかがですか？あ、寿司もちょっと。あら、困ったわ。じゃあ焼き鳥なんかはいかがですか？あ、焼き鳥はいいね。よかった。それからもう一つすいません。すき焼きはいかがですか？あ、すき焼きも好きですよ。はい。 Here are the answers. What does Mr. Yoshida like to eat?古川さんは天ぷらお好きでしたよね。うん。焼き鳥とかお寿司はいかがですか？うん、いいね。あの、すき焼きでもいいですか？うん、僕はいいよ。はい。あの、デイビッドのパーティーのことなんですけれど、天ぷらお嫌いじゃありませんよね。大丈夫ですよ。お寿司も。お寿司？いいですね。焼き鳥も召し上がりますか？焼き鳥はちょっと。すき焼きはいかがでしょう？すき焼き？いいですね。Well, as a result, it looks like the party dish is going to be sukiyaki. Let's review it once more. 吉田さん、天ぷらはお好きですか？いや、天ぷらはちょっとね。あんまりお好みじゃありませんか。じゃあ、お寿司はいかがですか？あ、寿司もちょっと。あら、困ったわ。じゃあ、焼き鳥なんかはいかがですか？あ、焼き鳥はいいね。よかった。それからもう一つすいません。すき焼きはいかがですか？あ、すき焼きも好きですよ。はい。古川さんは天ぷらお好きでしたよね。うん。
焼き鳥とかお寿司はいかがですか？うん、いいね。あの、すき焼きでもいいですか？うん、僕はいいよ。はい。はい、お久しぶりです。あの、デイビッドのパーティーのことなんですけれど、天ぷらお嫌いじゃありませんよね？ええ、大丈夫ですよ。お寿司も。お寿司？ええ、いいですね。焼き鳥も召し上がりますか？焼き鳥はちょっと。すき焼きはいかがでしょう？すき焼き？いいですね。12時5分10分15分30分45分1時4時7時9時ですから、すき焼きにしたいんですけど。オーケーオーケー、すき焼きですね。僕からみんなに言っときますから。あ、それからゆうこさん、デビッドに何かプレゼントしたいと思うんですけど。プレゼント？いいですね。一緒に見に行きませんか？そうですね。下町に行って何か日本的なものでもと思って。はい、いつにしましょう？パーティーの1時間、いや2時間、いや3時間ぐらい見とった方がいいかな。じゃあ、3時頃。はい。Ken and Yuko are now in the downtown Asakusa area, looking to buy something distinctively Japanese for David. The budget is 10,000 yen. What gift do you think they will choose? They are going to look around in 4 shops and check the prices. You will hear the following 5 amounts. 8,000円 8,000円 35,000円 35,000円 7,500円 7,500円 7,000円 7,000円 10,000円10,000円 Listen to the prices and try to understand which item costs exactly 10,000 yen. ゆこさん、これどうかな？デビッド男だからさ、こういうのどうかな？でも、やっぱりこういうのの方がいいんじゃない？富士山か。すいません。はい、いらっしゃいませ。あの、こういうので大きいのはありますか？はい。お、これおいくらですか？8,000円になります。8,000円。8,000円、そうね。綺麗だけどね。同じように見えていろんな顔があるんだね。そうね。これなんかほらかわいい。これは綺麗だね。デイビッド喜ぶかしら。すいません。はい。あの、これ いくらですか？こちら35,000円でございます。35,000円。あの、もうちょっとちっちゃいのありませんか？少々お待ちください。はい、こちらになります。こちらおいくらですか？7,500円でございます。
7500円、はい、かわいいけどね。でやっぱりちっちゃいかな。下駄も面白いかもね。ねえねえ、これは？お、渋いね。ね、渋いでしょう。あ、すいません。すいません。いらっしゃいませ。あの、これおいくらですか？はい、7000円でございます。7000円か。どう？もうデビット下駄使うかな。そうよね。書かないかもね。いいね、これは綺麗。ねえ、うん、これいいんじゃない？うん、こちらでございますか？はい、すいません。はい、どうぞ。ね、ほら綺麗、鮮やかだね。これおいくらですか？1万円でございます。1万円、ね、1万円か。これなかなかいいんじゃない？Did you understand?Let's check the prices once again. ゆこさん、これどうかな？デビッド男だからさ、こういうのどうかな？でも、やっぱりこういうのの方がいいんじゃない？富士さんか。すいません。はい、いらっしゃいませ。あの、こういうので大きいのはありますか？はい、ね、お、これおいくらですか？8000円になります。8000円。そうね、綺麗だけどね。8000円。同じように見えていろんな顔があるんだね。そうね。これなんかほらかわいい。これは綺麗だね。デイビッド喜ぶかしら。すいません。はい、あの、これ いくらですか？こちら3万5000円でございます。3万5000円。あの、もうちょっとちっちゃいのありませんか？少々お待ちください。はい、こちらになります。こちらおいくらですか？7500円でございます。7500円、はい、かわいいけどね。で、やっぱりちっちゃいかな。3万5000円。3万5000円。7500円。7500円。こちらはどうかな？あ、下駄ある。下駄も面白いかもね。ねえねえ、これは？お、渋いね。ね、渋いでしょう。あ、すいません。すいません。いらっしゃいませ。あの、これおいくらですか？はい、7000円でございます。7000円か。どう？でもデビット下駄使うかな。そうよね、書かないかもね。7000円。7000円。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ちょっといいですか？どうぞ。わー、いいね、これは綺麗。ねえ、これいいんじゃない？こちらでございますか？はい、すいません。はい、どうぞ。ね、ほら綺麗、鮮やかだね。これおいくらですか？1万円でございます。1万円、1万円か。これ
なかなかいいんじゃない？うん。10,000円。10,000円。This fan is 10,000 yen. So, they decided to buy it for David. お待たせいたしました。すいません、遅くなりました。どうも。待ってました。さあ、どうぞ。どうも。じゃあ、古川さん来たから始めましょうか。ね。じゃあ、今日の主役のデビッドからまずは挨拶を。どうぞ。今日はどうもありがとうございます。Well, I'd like to thank all my friends for their help. Okay. じゃあ、デイビッドの前途を祝して乾杯しましょうか。はい、デイビッド、はい。あ、すみません。はい、ありがとう。古川さん、じゃあお願いします。じゃあ、いいですか？では、デイビッド君とこれからやってくる奥さんのキャシーさんの健康を祈って。乾杯！乾杯！いやー、デビッド君、頑張ったね。じゃあ、いただきましょうか。ね。うん。お願いします。おいしそう。デイビッドさん、奥さんはいつ日本へ見えるの？デイビッド、she asked when your wife is coming. Oh, she's coming next Sunday. Actually, single life isn't that bad. 次の日曜には見えるそうですよ。でもシングルライフも悪くないなですって。ああ、奥さんに言いつけちゃおうかな。どうぞ。どうぞ。お願いします。美味しい。ナオミ、あれ。あ、じゃあ、ゆかさん。ではここでささやかではありますが、デイビッドにプレゼントをしたいと思います。はい、デイビッド。Here is a little present from all of us for you and your wife. Really? Oh. はい、どうぞ。これからもますます日本を好きになってください。Thank you.いいですか？どうぞ。あ、oh, it's beautiful. デイビー、これをあげて。Thank you. なんですか？だるま落とし。Which is a Japanese toy.Looks like your boss, isn't it? The boss? Oh, I didn't want to be reminded of him. I didn't really mean that. Hello, David. What are you doing? Huh? I did something wrong again? David, you made a good decision on the job.JEC's company plan is 90% settled. I hope you'll do your best. You're welcome to drink as much as you like. Today is special. Kanpai. Oh, boss. よくやった。おめでとう。おめでとう。This now concludes the first series of Survival Japanese. But the next series is coming up soon. So until then, keep up the good work, and we'll see you later.